こんにちは、アムゾーです。今回は高級店について解説をしていきますが、アムウェイライブに記載されていることを解説し続けても仕方がないので、アムウェイライブには記載されてない部分を簡単にね、お話ししていきたいと思います。まずはコエンザイム Q10 とは何かということなんですが、コエンザイム Q10 はもともとビタミン Q として存在していましたが、動物体内で合成ができるということからビタミンではなくなり、ビタミン用物質コエンザイム Q10 となっております。コエンザイム Q10 を具体的に話していくには、ミトコンドリアについて解説をしていく必要があるので、まずはミトコンドリアについてお話しします。人は毎日活動するためにエネルギーを体内で産生していますが、そのエネルギーのうち約 95% はミトコンドリアで作られています。なのでミトコンドリアが元気でないとエネルギーを作ることができなくなってしまいます。コエンザイム Q10 は20歳をピークに年齢とともに体内で生成量というのが低下していきますが、コエンザイム Q10 の平均摂取量は 4.6mg で、1日摂取量の 30-60mg を大きく下回っているというのが現状です。その結果、若い頃より明らかに疲れを感じやすくなったりとか、すぐに息切れしたりなど、そういった影響というのが出てしまいますと、ここまではね、ありきたりな話にはなってくるんですが、もう少し詳細話すと、慢性疾患のほとんどはミトコンドリアの機能障害が原因で発生するということが医学界では明らかとなっています。がんはね、遺伝子が損傷することでがん細胞が成長し発症すると言われてきましたが、近年では遺伝子の損傷よりもミトコンドリアの損傷が原因であると考えられています。そもそもがんの原因である活性酸素の約 90% はミトコンドリアで発生しています。活性酸素によりミトコンドリアが損傷すると、がんを含め様々な病気、慢性疾患の原因となってしまうので、ミトコンドリアを元気にすることが最も健康において重要と言えるかもしれないですね。コエンザイム Q10 はミトコンドリアを元気にする栄養素の一つなので、重要な栄養素として現在注目されています。実際にはミトコンドリアを元気にする栄養素はコエンザイム Q10 だけではなくて、マグネシウムや鉄、亜鉛、セレン、ビタミン B 群、ビタミン C、ビタミン E、メラトニン、カルニチンなど多くの栄養素というのが必要になります。とは言っても、トリプル X とプロテイン、高級点を飲んでおけば今言った栄養素は大体摂取できるので、あまりね、心配の必要というのはないかなと思います。ここまででミトコンドリアを元気にすることで、あらゆる病気の予防となることがお分かりいただけたかと思います。そしていつまでも若々しく活動したい人にとって、ミトコンドリアを元気にするということは必須であり、その源となるコエンザイム Q10 が重要な栄養素ということもご理解いただけたかと思います。まだね、取り入れてない方はぜひこの機会に取り入れてみてください。ではね、今日の動画短いんですけど、ここまでになりますが、コエンザイム Q10 が具体的にどういうメカニズムでミトコンドリアを元気にするかについては、オンラインサロンの限定動画で配信したいと思います。そろそろね、オンラインサロンの新規入会終了はしようかなと思っているので、お悩みの方はぜひお早めにご参加ください。では本日はこれで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get on.